はいどうも、フジネス30ページです。ドラゴンボールのね、景品が今日結構出てるんでゲットしていきたいと思います。限界ソリッドとあとタッグフィギュアーズのスーパーサイズ4の方が確か出てますね。あるかな。あ、これはもうすぐ出る一番くじの来週やからな、楽しみやな。よし、じゃあこっちやってきますか。ちょっとまあお試しでじゃあ500円入れておきます。どれぐらいだろう、設定としては。あんま開かないと仮定して、やっぱりな、これで、え、進め。なるほど。なんかでもね、思ったより正直動いたなっていう。いいとこで動け。はいはいはい。いや今日これはある程度で取れるかもしれないです。そういえばゲームセンターに設置できるプライズの上限が上がるらしいですね。今まで800円やったのが1000円に上がるっていうのでね、ちょっとネットニュースを見れたんですけど、なんかまあそっかと思って、ちょっと難しくなる機会多いのかなと、それぐらいのことしか考えてなかったんですけど、ね、割と一般の人たちの書き込み見てると、お、ここめっちゃ有効なんや。割と一般の人たちの書き込み見てるとね、やっぱり確率機に対しての不満の声がなぜかこの記事で多かったっていう、それが意外でしたね。なんかやっぱりね、全然これと関係ないこと言ってるけど、やっぱり確率機っていうのを明示した上で設置してる方が印象良くなるんちゃうかなと思ったんで、なんか例えば3000円入れるとパワーが上がりますとか、そういうこと書いておくと良心的かもしれないしね。てかワンコイン、ワンコインでゲットしました。めちゃめちゃ有料設定や。全然違う話してる間に取れちゃった。次行きます。僕月をうまく使うとこんな感じでね、あの手数がかかる台でも割と簡単に取れたりします。よし、セットしてもらいました。揺れがあるうちに500円で行こう。よし、じゃあ行きます。さっきと同じような感じなんですけど、まあ多分開き幅も似たようなもんなんで、月重視です。なんか今日すごいよな、若干右側に落ちるから気をつけて攻めます。この辺で OK。 この巻き込みめっちゃ進むわ。この辺からのこんなもんです。あー、やりすぎた。さっきめっちゃ早く取れたしな。ちょっとわずか狙いぐらいです。 OK。 すごい進みますね今日。なんか設定が良くなってる。あの明らかにね、これまでよりも設定が良くなってます。普通に進む。なんなんやろ、なんか違和感がある。めちゃめちゃ嬉しいことなんやけど、なんか逆に違和感がありますね。よし、進め。おー、いい動きですね。まあ、500円プレイでいきましょう。奥側狙います。こんだけ進むならね、下手にリスクのある月とか狙わなくても、こんな風にね、ついていけばよく動きますね。
っちゃ動くやん、ほんまに。これはね、つかなくても最後まで持っていけるやつや。ただまあ後半は絶対についた方が早いんで、月も使ってきます。よし、だいぶ振動を与えて進んでますね。これは真上ガクンとつけるとだいぶ効果ありそう。やから狙いたいけど、ちょっと狙う難しいな。進め。はいはいはい、だいぶ動いてます。こう、この辺で、で、OK、で、はいはいはい、なんかね、滑り止めもぬるいし、ちょっとこうズリズリ落ちてきてるもんだって。揺れでね、だいぶ落ちてきてる。めちゃめちゃ良心的やん。いいね。うわー、めっちゃ進むわ。これはあと500円以内でもしかしていけるかもしれないです。もしこれで取れたら2000円以内に2つ景品取れたことになるから、すごいぞ。いけ、つけ。いやー、月はちょっとできひんかったけど、だいぶまた進んだ。見て、このそこにね、ほら、この黒いポチがあるじゃないですか。最初このポチよりも5ミリぐらい左側に初期セットされたんですけど、だいぶもう右に来てます。奥側をギリギリで狙ってきます。 OK。 いやー、気持ちいいぐらい進むな。次は手前側、いけ、巻き込め。あー、抜けた。もう一度手前狙います。ワンチャンつけるぐらいの勢いのところを狙ってきます。いけ、あー、惜しい。うわ、落ちそう落ちそう。おとがい、あー、惜しいな。これもうでも奥側しか乗ってないんで、ほんまにいつ来てもおかしくない。この辺で突きつつ、オッケー、来た。これは街で来るかも。横から見るとでも意外と乗ってますね、まだ。迷うな。まあ奥を狙うか。ちょっともう突き気味で、あー、下手くそやった、すいません。ちょっと超えちゃいましたね、2000円。了解してきます。こっからはさすがに100円ずついきますね。この辺、この辺、これうまいんじゃない。いけ、落ちろ。最高の場所つけてんけどな。ほんまもうちょいです。よし、もう一度、ここまたいいとこちゃう、これつくんちゃう、つけ。よし、来た。これは落ちたやろ、落ちろ。よーし、よーし、よーし、やったー。今のなんか共通機の技術が使えてる。ショインめちゃめちゃうまかったっすよね、今の。あー、でも結構重いわ。重いからね、このビーリング設定が有効なんですよね。月もよく効くし揺れやすいっていう、で下に引っ張る力が強いから落ちやすいっていう感じで、割とドラゴンボールくらいでね、ビーリングに向いてるかもしれないです。多分ね、これで買えるのが一番正解なんですけど、すぐ近くに姉妹店があるんで、そっちでも同じ景品ゲットして、どっちが安く取れるか検証したいと思います。今動画の説明してたら、前から全然関係ない人が歩いてきて、すごい変な目で見られた。よし、もう一つの方もね、悟空置いてるんで挑戦していきたいと思います。まずパワーちょっと見ときますか。入るかな、これで。 OK、 ガクガクやな。動け。両替シーズンも行いますか。爪を右奥に入れる。あー、止まるんや。これはあまりにも狙いすぎるのをやめて、まあしっかり攻めます。右だけ入れて、奥は動かんか。バー奥ぐらい、両アームでちょっと手前にズリズリっとできるか。
はい、弱いなぁ。あの悟空の髪の毛が多分ね奥側にあってだいぶ手前が軽いんですよ。でその手前を両アームで取ると結構動いたんですけど、動くというか持ち上がるっていう程度かな。ほうほうほう、このね右手前のギリギリのところを多分これ最も動く場所、ほらここを持つとこう動きが出るんですけど、これはねだいぶ手前が軽いからなんですよね。手前を左寄せしてみますか。なんかそこにうまいこと、ああ抜けるんや。500円入れてみたけど2ミリ単位の動きしか出ずに終わるパターンかも。動け。500円設定終了しました。1センチ、ギリ1センチ動いてないな。まあだいたい左側まで30センチあるから、まあ6000円ぐらい使うと橋幅広いところまで持ってこれるかなって感じかな。あと1個ぐらい取りたい。あれれ、マジか、やめちゃったんや。誰か、これはもったいないな。ちょっと続きどうなるかわかんないですけど、やってみます。そこに爪届くんかな。あーなるほど、加工制限が結構強めか。確かにこれ無理なんじゃない。もう左で、左奥の角を狙っています。あ、そこにも届かんねや。できることっていうと服を右に振ってくっていう、そういう地道なことしかできひんのじゃない。両替キープも行いますか。これね、加工制限つけたらあかんやつやで。ここ店員さんが噛みすぎて怖い。爪が届かないっていうのを見てくれてて、この足上に戻してくれました。ちょっと奥気味。上がれ。左爪で角取って、で戻れ右に。OK、来た。今の暑いんじゃないこれ。どうしよう。狙い方。めっちゃ迷うやつや。これで両替キープも行いますか。わー、すごい位置まで。この場所でね、なんとか縦はめできたらいいんですよね。結局は手前に引っ張る。お、来た。いけるやん。これね、全開ソリッド奥が重い場合はこれでいけるはず。前に諦めちゃった人がちょっとでも気の毒やん。あー、手前狙いで両替キープも行いますか。奥狙っています。お、左だけ入った。進め。両替キープも行いますか。右でバー奥入れよ。爪 OK、 開いた開いた。で行け。おお行くぞ、もうすぐ。ありがとうございます。よし、マジであとちょっと。左爪を次はバー奥入れる。よし、開いた開いた。でどう動くやろ。落ちろ落ちろ。あ、来た来たよ。これまさかさっきの形から落とせるとは思ってなさそうやな。ちょっとこれは店員さんも驚くんじゃないですかね。頼むぞ。落ちろ綺麗に。あー、惜しい。ここ、この辺でバー奥にね、この段階で入れちゃうとちょっと怖さがあるんで、あえてバー手前に入れて。バー手前に入れて。バー手前に入れて。オッケー、やったー。やっと。これも協力台ですね。最初積んだかと思ったけど、橋上に一回戻してもらってからはうまくいきましたね。
まあ、ちょっとね、先に頑張った人が多分いるんで、その人いたらあげたかったんですけど、まあ、しゃあないもらって帰ろう。はい、ということで、まあなんか1店舗目が今日は有料店すぎましたね。で、2店舗目は店員さんの対応が噛みすぎた。だから結局こうつけがたい感じの、どっちもいい店って感じでしたね。